じゅんです。はい、どうですか、じゅんさん。 YouTube 始めて4ヶ月。4ヶ月経ってるけど、出演回数は 10回も行ってないでしょ。10回満たない。どうですか、 YouTube 慣れてきましたか。え、逆に慣れてきたように見えますか。ああ、でも最初より全然喋れてる。あ、確かに最初がひどすぎて最初がひどすぎてそうやね、あのグランドのね、あれはやばいっす。ジュンのね、成長物語か。ウィナーズはアザスの成長物語、アイサカはジュンの成長物語、はい、この辺も引き続き楽しんでもらいたいなと思います。何やそれ。この辺も言ってました。はい、じゃあ今日は何ですか。はい、今日来てる質問。ボールを受けるけど、いつも判断が遅くてすぐボールを取られてしまいます。どうすれば判断を早くできますか、という質問が来てます。はい、なるほど。判断が遅いと。判断を早くする方法というか、どうやったら早くなるかっていうところを話していこうかなと思います。はい、まあ今から話していくんですけど、その前に公式 LINE の方を登録していただいて、ぜひね、まあそちらでは特別セミナーの案内だったり、まあオンラインスクールも実はやってるので、それの募集だったりもそちらの LINE の方でやってるので、ぜひ LINE の方登録もお願いします。概要欄に貼ってます。ぜひ判断を早くする方法ってことで、ジュンは判断早い方。僕は結構まあ早い方だと自分では思ってます。早い方っていう質問変だけど。いやでもそういう時もあると思う。まあまあまあ。ジュンなりのどうやったら早くなるかっていうのは。僕はやっぱ周り見て次のプレーをイメージするっていうところがやっぱ判断早くするためには大事だと思ってて、うん、まあ、それで言ったら。わざわざ。いいフットボールさん、コナミさん、コナミさん、コナミさん、お願いします。ウィーレ結構やってるんですけど、確かにお前、俺が運転してる後ろでもウィーレやっとそんなことありました。怖い、こいつ普通に寝るしね、こいつそんだけリラックスしてる。あ、うまいなこいつここにパス出したら相手こう動くとか、味方どこに動くとか、どこが開くとか、うん、スペースここだとか考えながら現実のサッカーにも生かしていく感じで、まあ、次ここでボール受けたらここが開くなとかいうのをイメージして、まあ、判断早くする。ウィーレするときにボランチでここでパス受けたら、まあ、相手選手がどう動くとか味方選手がどう動くとかっていうのを、まあ、あれシステム化されてるんですけど、うん、それでなんとなくイメージできるんで、それをやっぱ実際のサッカーにも持ってきて、うん、そのウィーレの俯瞰されてるイメージを生かすって感じで、な、自分のプレーに、はい、ゲームで得た知恵とか知識をゲームで実際表現するみたいな。 それもありだと思う。ああ、なるほどね。これ中村健吾選手もねやってたもんね。なんかプロサッカー選手やってる人多い、うん、サッカーゲームってやっぱりその上からね俯瞰して見れるっていうのが一番大きいから、はい、ゲームでその判断を早くするための練習というか、そのイメージの引き出しを持っておくみたいな、はい、それは大事やね。うん、俺もちょっと順に話はちょっと変わるんやけど、判断を早くするための方法として順が言ったみたいに、次のイメージを持っておくっていうのはすごい大事だなと思ってて、次のイメージっていうのは目的地、次自分がどこにボールを持っていきたいかとか、まあ、ゴールもしくはゴールに近い味方だったりスペースだったりとかをまあ選択していくっていう、その目的地に対して自分が次の目的地へのプレーのイメージを持っとくっていうのが大事になってきて、目的地が決まってる、次のプレーが決まってるからこそポジションが取れるっていうのが大事だと思ってて、判断が遅い選手っていうのは、潤が言ったみたいに次のプレーが描けてないというか、次の目的地が決まってないからボール受けて、そこでこう相手を見て、でその相手を見た上で目的地を決めるみたいな。それだとさ、もう絶対遅くなり。そうですね、うん。だからこそ、ポジションを取る段階で、ただこう、ボールを受けに行くためのポジションを取るんじゃなくて、そもそも次のプレーを考えてるから、次のプレーをするためのポジションを取る。ゴールから逆算してるんですか？そうそうそう。そう、逆算。今言った逆算がすごい大事。逆算していく。そう。結局逆算だよね。次のプレー、次の目的地があるから、ポジションが取れるわけ。そこを間違ってる人が俺的に多いなと思って、次のプランがないと、そもそもポジション取れねえよ。そこを間違ってる人は次のプレーが描けないから、それは判断遅くなるよね。まず判断の基準もないよねっていう。
ポジション取ってからの次のプレーのイメージじゃなくて、そう、これをしたいからそこのポジションを取る、そう、そこのポジションを取ってボール受けるとき、そのボールの移動中って一番変化するわけ、はい、そこで初めて相手を見て判断っていう作業が出てくる。その判断ってのは最終的にやることであって、みんなそこの判断のところが違う順番にあるからうまくいかないなと思ってて、まず目的地決めて、そのためのポジションを取って、ボールの移動中に相手を見て、で最終的に判断をしていくっていうのがすごい大事。目的地を先に決めたら、もしそこ消されたらどうするんですかみたいな結構言われるんだけど、その目的地いっぱい持っとけばいいやんっていう。だってさ、ボール受けるときさ、選択肢いっぱい持つやろ。いっぱい持ちますね。最低でもやっぱり、ね、2、3個はね、必要や。言ってしまえば2、3個、さらにはもう4個、5個っていっぱいあればあるほど全部消されることってないやん。必ずどれか1個は絶対空いてたりとか、そのプレーを実行できるための時間だったりスペースが空いてたりするから、ボール受ける前にいっぱい次のイメージを持っとく。ここ消されたらここ出そうとか、ここ閉じられたらここドリブルで運ぼうとか、このボール来たら浮き球でやってもシュート打とうとか、そういうそのプランがいっぱいあれば、最終的に判断するときもそのプランの中からどれか一つを選べばいい。だからそこで判断が早くなるかなって思うから、順が言ったみたいに最初まずその次のプレーを描いておくと。でその時にたくさん次のプレーを描いておく、いっぱい選択肢を持って、でその上で次のプレーをするためのポジショニングを取って、ボールの移動中でボールを受けてから、その状況で相手の変化を見て、そこで判断をする。その順番でできれば自然と判断は早くなるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。今日も質問に答えてもらいました。まあ聞いてて僕もサッカーやってるんですけど、すごい勉強になることが多かったんで、僕も活かしていこうと思います。ぜひぜひはい、じゃあ今話してもらった通り、判断を早くする方法こちらになります。はい、ということで今日は判断を早くする方法ということでちょっと話をしてきたんですけど、あのボードを使ったりとか映像を使ったりっていうのはやってないんですけど、考え方の部分で結構大事になってくるんで、試合を見るときとかもボールを目でただ追うんじゃなくて、自分の同じポジションの選手とかのどういうところをボール受ける前に見てるのかとか、それを見た上でどのポジションを取ってるのかっていうのを見ると、すごいその、ね、試合を見るのも勉強になるかなって。一人の選手ずっと見とくのもいいって思いますよね。そうそうそう、だからそういう感じでただ試合見てすごいなーじゃなくて、自分の同じ選手がどこを見てどんなことやってんのかなっていうのを見るのもすごい自分の成長につながると思うので、ぜひそれもやってみてほしいなと思います。はい、今日みたいなね、こう判断を早くする方法とか、もちろん技術的なこととかも LINE の方だったり、まあインスタの方でもね発信してますので、ぜひ公式 LINE で各種 SNS のフォローもぜひお願いします。はい、そしてチャンネル登録、まあ徐々にね、チャンネル登録者数もコツコツ徐々にね、コツコツね積み上がってきてますので、皆さん引き続きハイサカチャンネルよろしくお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。